こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。見てください、今ニホンミツバチの巣箱にカマキリがやってきています。捕まえるシーンも撮れたのでどうぞ。わあ、あっという間に完食してしまいましたね。すごい食欲ですね。揺れて。これは2匹も狙ってます。
っちゃカメラ目線よ。ニホンミツバチの巣箱にはニホンミツバチを捕食しようとするカマキリのような捕食者がたくさんやってきます。カマキリがここにいるとき、ミツバチは横から入っているように見えました。たまに真正面から入っていって捕まってしまう子もいたんですが、もしかしたらミツバチはちゃんとカマキリが見えていて避けているのかもしれませんね。このカマキリはですね、10分間で3匹のミツバチを捕まえて食べてしまいましたが、カマキリがニホンミツバチの巣箱に来てミツバチを捕食することがありますが、数としてはとても少なく、ニホンミツバチの群れからしたらそんなに影響はないのでかわいそうではありますが、私たちはこのカマキリを殺したり駆除するということはありません。カマキリがニホンミツバチの巣箱に来て狩りをするというのはとても自然なことだと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではニホンミツバチに関することを発信しています。これからもいろいろな動画を上げていきますので、この動画がもし面白かったらぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。